ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、最近アマゾンに行った調査団をとても大きい蛇が次々丸呑みにしていくっていう映画を見たんだけど、アマゾンには実際にああいう巨大な蛇っているの？そうだな。まあ映画だから多少フィクションをはらんではいるけど、あながち間違いではないぜ。あの映画だけでもだいぶトラウマものなのに、現実にもあんな怖い生き物がいるなんて、私怖くてアマゾンに行けないわ。その巨大なヘビ以外にもアマゾンにはとても危険な生物がたくさんいるんだぜ。じゃあ今日は霊夢に出会ったら最後、死を覚悟しなきゃいけないアマゾンの危険生物たちを紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはオアナコンダだな。霊夢が映画で見たっていうのもこれだろう。そうこれこれ。人間を丸飲みできるヘビって実際いるのね。私なんて一口で食べられるわ。霊夢は頭しかないしな。だが霊夢のサイズ感じゃなくてもオアナコンダはどんな獲物でも丸飲みしてしまう。直径は約30センチ、体長は大きいメスなら9メートルを超えるのもいるらしいぞ。9メートル？大きすぎて全然ピンとこないわ。ヘビだし、毒はあるの？子供でも60センチある個体もいて、もう狩りの能力があるから子供だと思って近づくと痛い目を見るぞ。だが安心しろ、アナコンダは毒を持っていない。その巨大な体で獲物に絡みついて、締め殺すんだ。そんな大きいヘビに近づいたりしないわよ。また、カマキリと似た繁殖行為を行うんだ。どういうこと？交尾した後にメスがオスを食べてしまうんだ。ひえー。いろんな愛の形があるのね。人間どころかアナコンダも食べるなんて驚きだわ。次はピラニアだ。こいつも有名どころだが、それが故に誤解されている部分もあるな。誤解って？どんなの？実は、ピラニアは温厚な性格でそこまで好戦的ではないんだ。特にジャイアントイエローピラニアは獲物に襲いかかるとき以外はあまり動かない。そうなの？映画とかテレビ番組の印象だとすごい勢いで群れで襲いかかるっていうイメージがあったんだけど、それは合ってるな。ピラニアは、群れでいる時や血液を見た時に興奮状態になると餌だとみなしたら、自分より大きいものでも問答無用で襲いかかる。種類によっては恐竜と同レベルの噛む力があるらしいな。全然温厚じゃないじゃない。噛まれたら悲惨なことになるわね。実際、観光客の事故も多発しているぜ。動かないがゆえに、気づかずピラニアがいる水域に足を突っ込んで空腹のピラニアに襲われるんだ。タンパク質の入った食料を水中に落としたりしてもピラニアを興奮させてしまって事故につながるから気をつけるんだぜ。アマゾンでは食べ物持って歩くのも大変ね。次はこいつ、猛毒吹きヤガエルだな。あら、なんかちょっと可愛い見た目してるわね。色も綺麗だし、ついつい触ってみたくなっちゃうわね。そいつはやめておいた方がいいな。体にパリトキシンという猛毒が含まれている。パリトキシン？そうだ。神経毒の一種で、触れただけでも皮膚が痺れ体内に入ろうものなら神経麻痺や動脈収縮を起こして高確率で命を落とす。その毒性の高さから化学兵器にも使われていたようだが、現在は化学兵器禁止条約が結ばれている。とんでもない毒じゃない。カエルは見かけによらないってことね。危険な生物ではあるんだが、実はペットとしての人気も高いんだ。日本のペットショップでも取り扱われているぞ。え、そうなの？危険でもこんなに可愛かったら飼いたくなるのもわかるわね。一匹に？3万するぞ。私にはハードルが高いわね。お次は電気ウナギだ。ああ、これは聞いたことがあるわ。なんかビリビリしてるウナギよね。そんな認識だと危険だぞ。実際どのくらいの発電量か知ってるか？うん。ビリビリするとは言ってもウナギだものね。せいぜい家のコンセントくらいじゃないかしら？甘いな、霊夢。家のコンセントの電圧は100ボルト。その6倍だ。6倍？とんでもない電圧じゃない。攻撃力は相当高いわね。馬も感電死させることができるぞ。電気ウナギは体の半分が発電板という器官でできていて、それを筋肉で震わせることで発電している。そうだ、思いついたわ。そんなに電気出せるんなら、ソーラーパネルみたいに生活に利用できるんじゃないかしら。ノーベル賞はもらったわ。残念ながらすでに思いついた人がいて実験を重ねているそうだが実用には至っていないそうだ。近い将来ひょっとしたら電気ウナギで生活する日が来るかもしれないな。次はドッグプーステトラだ。ドッグスなんて？ドッグプーステトラだ。全然聞いたことないわね。見た目からして、凶悪そうだわ。特に下顎の牙がめちゃくちゃ鋭い。こいつは人間を襲うことはないんだが先ほど紹介したピラニアを主食にしている。あのピラニアを、やっぱりとんでもないやつじゃないの。アマゾンの釣り人がピラニアを食べているところを誤って釣り上げてしまって、餌と間違われて襲われてしまうという事故が多発しているんだ。飛んだとバッチリじゃないの。とにかくピラニアがいるところには近づかないようにすることね。そうだな。こいつ自身、体長が1メートル近く、特徴的な下顎の牙は15センチ近くなることもある。
そのため、船やボートとの衝突事故も多く起きているから用心に越したことはないな。大きい魚って恐怖はおられるわね。次はオメジロザメだ。上手ね。サメは海のイメージがあったけど、アマゾンにもいるのね。上手はホウジロザメだから、また別だな。だが、こいつも負けず劣らずなかなか危険だ。オメジロザメは、深海だけでなく、浅瀬や淡水域でも活動できる。主にアマゾン川上流のニカラグア湖やグアテマラに生息している。そのあたりには、たまに人間の手足が落ちているみたいだぞ。怖すぎでしょ。やっぱり人間も食べちゃうのね。そういった事故はアマゾン以外でもよく聞くな。一応日本の水族館でも飼育されているが他のサメを食べた事故もあったようだ。もう見境ないわね。見かけたら絶対近づかないわ。体長は最大400センチ。体重300キロを超えることもある。性格は極めて凶暴でかなりしつこく獲物を狙う。人食いザメの中でもトップクラスに危険な生物だ。川でも活動できるし結構いろんなところに生息しているのね。こんな凶暴な奴がその辺にいるなんて、上手よりもひょっとしたら危険かもしれないわね。さあ、次はバイオレットカンディルだ。名前はスタイリッシュでかっこいいけど、なんか見た目はのぺっとしてるわね。確かにのっぺりしているが、性格はとても凶暴だ。獲物を穴だらけにして、肉や血液を吸い取ってしまう。大きな獲物でも15分ほどで食べ尽くしてしまうそうだ。人間を襲った事例も少なくない。めちゃくちゃ怖いじゃないの。皮膚を食い破って中に入ったら最後。トゲトゲしてる背びれがあるだろ。これのせいでなかなか抜けにくくなる。想像しただけで鳥肌が立つわ。相当痛々しいわね。体長も小さいタイプもいるが大きいと30センチ近くあるからかなり大きい。ただ夜行性だから昼に遭遇することは少ないぞ。のペットしてるとか言って申し訳ないわ。次は波地水コウモリだ。これは獣フレンズに出てきたわよね。実物は、なんかキモ可愛い感じね。果たしてそうかな？こいつは多いと1000匹以上の群れで襲ってくる。いやあ、ドラキュラのモデルにもなっていて唯一吸血だけで生きている動物だ。血液を吸うスピードもかなり速い。30分で自分の体重の約 40% も吸うことができる。そんなに吸ったらお腹パンパンで飛べないんじゃない？鋭いな霊夢。その通りだ。血を吸った後は地面をぴょんぴょん飛ぶように移動することが多いらしい。想像したらちょっと可愛いような気が。そんなにしないわね。一番恐ろしいところは、吸血した相手に感染症を引き起こすことがあるという点だ。以前、ブラジル北東部のバイア州で耐性が波地水コウモリに襲われる事故が発生した。噛まれた人は狂犬病に感染し、そのうちの一人が幻覚に襲われ、混乱状態になった後命を落とした。そんな悲惨な事故があったのね。小さくても毒や菌を持っているとかなり恐ろしいわ。とにかく波地水コウモリの生息している洞窟や夜に活動範囲に近づかないことが大事だな。さあラストスパートだ。続いてはまつげハブだな。わ、これも綺麗ね。名前通りまつげみたいなのがあって愛くるしいわ。でもどうせまた見た目に騙されるんでしょうね。その通り。こいつもかなり危険だ。アマゾン川のスナイパーって別名がついているくらいだからな。随分物騒な別名ね。具体的にはどうやってスナイプしてくるの？保護色で景色に同化して、勢いよく牙を向けてくるんだ。そして猛毒を注入してくる。毒が回ると、血管や臓器を破壊して、血液の凝固作用を阻害する。自己治癒できなくなるぜ。アナコンダとはまた違う危険性があるわね。でもこんなに綺麗ならさっきのカエルみたい買おうとする人も出てくるんじゃないの？その通りだ。実際買って噛まれて大ごとになった事例がある。しかも日本でだ。え？日本で？大変じゃない。大量の毒蛇を飼っていた男が、飼育中に噛まれて救急搬送された。日本では毒蛇などを飼うときに行政に申請しなければいけないんだが、その男が申請をしていないことが捜査の過程で明らかになってその後逮捕された。飼うためのハードルも高いし、飼ってからも危険だから軽い気持ちで飼うのはやめような。多分私は飼えないわね。みんなももし飼うときは気をつけてね。そしてこいつが最後だ。黒カイマン。うわ、もう明らかに危険じゃない。こいつはやばい。ヘリウムガスを吸わされて、鳴き声が変わるか実験されてる。イグノーベル賞も取った。え？いろんなコンテンツでグッズ化され人気を博している。まあそんな一面もあるが、ワニはワニ。主に魚介や水辺の哺乳類を食べている。普段は温厚な性格だが刺激を与えると攻撃的になることもあるから、見かけたらそっと逃げよう。そういえばバッグや財布なんかの革製品にも使われてるんじゃなかった？その通りだ。乱獲された影響で、数が激減してしまっている。危険な生物とはいえ、生態系が壊れるくらい減ってしまうのは悲しいわね。黒カイマンはカピバラの天敵なんだが、黒カイマンが減少する一方でカピバラは増殖している。そのせいでカピバラによる農作物の食害が報告されているぜ。
生活を豊かにするために捕獲しているのに生態系の破壊が回り回って人間にも影響を及ぼすのはなんだか皮肉ね。いかがだったかな？どれもこれも危険なやつばっかね。映画も怖かったけど実際もかなり怖いのね。アマゾンに行くことがあったとしたら気をつけるわ。そうだな。多少フィクションが入ってはいるが、アマゾンには危険な生物が多い。だが、同じくらい希少な生物や絶滅危惧種も多い。最近はアマゾン開発と温暖化の影響で森林破壊が進んでしまって生態系が傾いてしまっているようだ。それニュースで見たわ。ブラジルの次期大統領が2030年までにアマゾンの森林破壊や生態系破壊をゼロにするって。そういった活動がより広がって生物たちや自然を守っていけたら、より豊かな世界になる気がするな。みんなもアマゾンに行ったら密漁したり持って帰ってきちゃダメなんだぜ。自然は大事にしましょうね。あとは感染症のリスクも高い。うっかり転んだり、枝に引っ掛けて怪我をした時に適切な処置をしないと破傷風にかかったりしてしまう。きちんと現地のガイドの指示に従って、装備を整えていくんだ。生物もそうだけど、それ以外にも気をつけなきゃいけないことがたくさんあるわね。もしアマゾンに行くことがあったらしっかり準備していくわ。うっかり食べられないように気をつけるんだぜ。こんな感じで解説は以上だぜ。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、高評価をお願いするわ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。